アクションのタナショータズアイトです。はい、ということで皆さん、はい、天下一品で1万円企画。はい、私たちの地元にも天下一品ができました。できましたね、おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、オープンしてもう2週間ぐらい経ってるんですけども、うん、まあ、今回こちらでね1万円企画をやっていこうかなと。おー、うん、ラーメン屋の1万円企画は結構ハードモードだと思うので、うん、まあ、気合い入れて頑張っていきたいと思います。はい、もうルールはもう何でも頼んで OK というルールでいきましょう。はい、初めてだからね。そうね、天一を主軸とする企画も初めてだし、プライベートもないから。俺もないよね、うん、なんか俺はなんかのラーメン企画のついでで入った。どうしたのかな、え、ちょっと今日長すぎて、ちょっとセンターパーティーやってみようかな。どうしたの、ちょっと長すぎて。センターじゃないけどさ、俺今日やばいね。どうしたの、キモいな、高校生みたいな。高校生歩いてる男子みんなセンターパーティー。昔で言うね、全員マッシュみたいな。あー、そうそうそう。それでは早速食べていきたいと思います。それでは行きます。はい、というわけで入店しました。おいよ、いやー、すごいうまそう。じゃあ俺から紹介しますね。煮卵ラーメンのこってり、これが煮卵チャーシュー麺のこってり、これがあっさりラーメンです。そんで餃子が、3皿1人1皿ね。はい、で唐揚げ1皿、ウーロン茶、ウーロン茶こっちか、コーラで、しょうちゃんがライス。あ、一応ね。いやこれはあの後悔してる。全然食えたね。1時間とかないのか。1枚1枚です。あ、そっか。そうです。いただきます。いただきます。いただきます。いや初めてだ。まあそういう感じか。うまい。タイプ全く違うからね。もう俺はもう優しい、優しい。ちょっとこのこってりぐらいね、みんなにもうちょっとお届けしたい。うわ、全然物が違う。これやばない。え、ちょっと君らのこってりなんかレンゲ立ちそうなぐらい取ってるし。ふっふっ。さあ、うまっ。いただきます。てりすごいこってり。それ絶対もうダメだ。絶対もう一杯でいやもう満足ですってなっちゃう。また来た。また違う。そうしよう。卵の黄身に通してる。ああそれそれ。餃子いただきます。うまい餃子。お唐揚げで。完全に米でした。完全に米だね。完全に米でした。これ俺次こってりはいけるよ。俺、で辛いやつ食べたい。ああ、あったね。これカロリーすごそうじゃない。唐揚げいただきます。うわ、こってりに作っちゃいました。え、こういうのはありなの。やば。よくわかんない。うまいよ。ちなみに第一陣で、うん、5280円。おお、意外と言ってんじゃん。これもう一回やれば終わり。やっぱりちょろい、ちょろいな。一番低い、まあ、ラーメン次1人1杯は、まあまあ確定でなる。とチャーハンまだこれやってなくて、これで固定するんで薄れない。うどんちゃんいいぞ、うん、思った。流せる油を。あ、絶対それだから。でそれ飲み切ったらありがとうって書いてあるから。あっさりじゃなくなってるわ。まさか、物感じですか。そう、あれ、こってりほどじゃないんだよ。またちょうどそうなの、あの、おしんって感じ、うん、の方が、あ、うまいっていう。お、タコラー大臣の、いや、おしごりじゃないですか。ちょっとね、いや、あの、うん、変わりね。ちょっといい、これも、うん、最近ね、ちょっとね、醤油ラーメンがうまそうだなって思えるときに。あれ、あれ、俺待ち、世代交代。最近じゃあラーメンで行くんだったら、ジローをもっと知りたい。あー、ジローもね。ただね、ラーメンに並ぶのが嫌いだからね。そこ本末転倒なの。そんな感じで僕食べ終わりました。余裕です、腹2分目。これ辛いですけど。辛いですよ。辛いですけど、やったりもあるんですけど。思った。すごい気になった。こったりの精神ともいえるスープを見えたから、まあこってりまでいかないよ。こってりとあっさりの中間なの。なんだろ、あっさりがさ、もうこってり説あるよ、世間も。このあっさりがこってり。ニンニクラーメンの方。新潟ってどんぐらい硬いの。もう硬いよ、結構。でもさ、置いといたら柔らかくなる。ああ、そうね。じゃあちょっと経験してみて。おー、新潟って冬、珍しいな。
お前さんの飲み物飲まなすぎじゃない？そんなすごい餃子終わり。腹が痛いました。お疲れ様でーす。餃子終わり。おー、おいしい。天一3人で来てた1万円使えていいかも。いない。はい、ありがとうございます。うなってた。いい香り。あ、こっち？びっくりした。柔軟剤の匂いがいい香り。やばい。これで屋台の味がどれくらいスープがあれかによるけど、コップデリはこれっきりかもしれない。やめ。あ、そう。うん。さすがに。いやいや、2個、2個。ちょっと唐揚げ食べる。どうぞ食べて。あ、どうぞ。ね？どうぞ。あ、いらないの。勝負したいんだろ。そういうこと。じゃあ勝負したいって言ってるけど、ちょっちゃん2個食べてるじゃん。食べてるよ。2個食べてるのよ。1個だから。ああ、そう。なんか、食べたい。そうなんだ。そうなんだ。超分だってないんだ。だから、そう、餃子食べてあげるぐらいの。ダメだよ。ああ、食べたい人がいた。餃子は俺も食べたいから。なんやねん。じゃあ、このドレカミ1杯を手に1ヶ月で行ったら。もう、その覚悟があるなら勝負いいと思う。これを生贄に捧げた上で勝負をすることができる権利がいない。いや、違う、負けたら。負けたら。負けたら食べてももらえないし。ああ、そういうこと。ジュースも1ヶ月でやるしかない。やば。俺と同じ肉食べるってことだよ、ジュース禁止ってこと。まあそう、それ1ヶ月経験する。1年プレイヤーだもん。1年プレイヤーだから先輩ですか。じゃあ一旦大したことない。ラーメン最初プレイヤー何で、何がいい、盗まれっか。まあそうだ、殴り合いとかでもいいよね。いやいや、ここで始まる。先行か後攻かは選ばせてやるよ。先行に出せる。あー、もうダメ、もうダメだよ。この余裕さを持ってる男に、じゃあ俺が行かせてもらうわ。やっぱり負けくらい勝ってた。いやでも、晴れてるから学んだんすよ。ああ、マインドで負けてる時点で負けない。ちょ、もう、マインドでは勝ってる。マインドでは勝ってる。今勝ちに執着してる。これ一番、もうゾーン入ってるって言われたら。はい、行きます。テリスマに。あ、終わった。そのマインドだったら一発目で決まってる。そうなんだよね。お一人様からテリスマに。はい、終わった。はぁ、これだったら困るよ。はい、行きますよ。エビスマ1。おー、あ、でこれ3分の1だから。エビスマ0。ありがとうございました。はい、あ、え、ってことは、ジュース1ヶ月禁止です。これはそれは飲んでいい。これが最後。俺ほどガチガチじゃなくていいから、ガチで飲むとかフラペとか、うん、とかいい人内心もう罰ゲームを受ける快感も楽しんでる。お前、1年間100キロもあるから。まあもう8ヶ月目ですよ。とうとうきつい時期に入るよ。ちょっと夏か。夏だし、なんならこれから雨だし。夏梅雨とかわかんない。ご飯完食です。はい、もうあと全員餃子だけだな。餃子うめえ。餃子うまいよね。天一の餃子美味しいです。もう一回頼むよ。そしてお腹いっぱい。餃子悪い。はい、天一のラーメン2杯行く人は多分本当にね。ここでも、あ、どこでも。やっぱもう一杯食いたいなぁ。やばい。今こうやって食ってるけど、これはもうね、最後の晩餐だと思って今週は楽しめてる。あ、なるほど。そうだね。そう、思い出が違うんだ。そう、思い出が違う。さあ、追加で一人ラーメン一杯頼みました。いやー、これ楽しいですね。うん、僕が頼んだのが、あかん屋台の味。僕がニラニンニクラーメンのバリカサ。これが普通の屋台の味。あ、どれも屋台味ペース。そう、全員全員そうか。どうなの、どれぐらいとこってりしてるの。あ、でもこれが標準のこってりじゃん。まあ、一番普通で、ね、どれどれ、うん、今度からこれにします。あ、それベスト。一番ベスト。なんかそのみんなかもしれないけどベスト。あ、いっちゃえ。マジでお腹いっぱいになる。そう、マジこってりがパンチ強すぎた。一撃目ではなかった。ワンパンマンすぎた。終わってんだもん。おお、結構辛い。じわじわ辛さ、あの、辛ラーメンぐらい。おい、人生初のバリカタ。おぉ、持ってたほどじゃないけど、硬いな。普通で頼んでそれ出てきたら、なくらいやいや、俺これから好き。おぉ、ただ、大食い向きじゃない。寒いからね。前でできるの。おぉ、おぉ、いい感じだ。あの、香辛子の辛さ。で、このいい感じの癖がない辛さが好き。あ、これは後々、あー、もう一回食べたいな、うん、これになる、これ。あー、直射日光の中に行きたいわ。やつげー。汗かきながら食うのがいいんだよな。
ハフハフしたいやつ。ハフハフ、ハフハフしたいやつ。いや、食う方に集中してください。興奮すんな。あー、いいな、この辛さ。ウドウちゃん飲むか。ウドウちゃん、はいはいはい。これ1400円ぐらい。これで1400円ぐらい。1400円。じゃあサイドメニューで潰せる。餃子結構重かったな。唐揚げぐらい。唐揚げいいね。じゃあ俺餃子頼んでいきたくよ。おー、いいよ。ちょっと値段をちゃんと見よう。卵も半分120円。でもキムチ270円。俺らが歩きたいな、そんな道は。険しい道の歩き方だ。楽な道のりじゃねえよな。間違えるなよ、ハンター。険しい険しい。死にしちゃう。あ、しちゃった、間違えた。おい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 。何よ。ネギラーメンと餃子。これはめ終わってからしようってさ。大丈夫、任せて。まあ任せて。険しい道の歩き方するならあと5000円ぐらい。まあ、歩き方は知ってんだよ。一回歩いた。険しい道の歩き方は、だって重いもの注文すればいい。それが歩き方だよ。確かそっか、そっか。利口なやつは、いかに楽して歩くかですけど。結果が一緒なんだから。それは闇落ちするやつだよ。え、闇落ちするやつ。自分の限界に気づいて、劣等感を抱えちゃって、闇落ちする。悪の手に染めちゃう。ワンピースで言うと、俺らどの辺なんだろう。アロン。まだ序盤な感じ。こんだけやってきたアロンなの。アロンバグ。バグ。いや、最初。全くそこしか見てないから、正直。わかんないよ。アラバストまでは行ってほしいな、それ。でもね、俺ら、柄的にワンピースじゃないな。よくさ、YouTuber のさ、グループ YouTuber と俺らワンピースみたいって言うじゃん。うん、まあ、その言ってる YouTuber は、確かにワンピースっぽいなとか思う人もいるけど、うん、俺らワンピースっぽくなくない？アニメで言ったら俺ら孤独のグルメとかかな。なんでアニメがねえさ。あ、美味しんぼとかさ。東京グールとかね。おぉ、食ってる、食ってるよ。毎日川さんぐらい。いいね。ゆるね。結構毎日川さん好きだったけど。俺も好きだった。毎日川さんも、私んちも、ああいう系は見ちゃうの。見た見た。面白い。通り性もないじゃん、別に。そうそう。けどなんか。日常系のね。そうそうそう。俺、男子高校生で日常めっちゃハマったの。高校生になってからだけど。あ、終わりました。まあ、あの高校生活とは真逆のような生活を送ってた。あんな高校生活を送ってるやついるか、逆に。ああいうの描いて高校に入学するけどさ、現実はちょっと違うけど。胸が苦しくなるとやめてもらっていいんですか。おい、高校の話するとさ、こうやんだやめろよ。量刑話すると体がさ、うつむきがちになっちゃう。君が学校を辞めてくれたおかげで、今の俺の編集がある。ハエテが最初アドビいじってて、紙に全部書いたの。ノートにびっしり書いてる。俺、教えられたことを応用するのは好きなんだけどね、自分でね、参考書開いてね、学ぶの嫌いなんだ。あー、このスタートが嫌なんだ。だから、颯が教えてくれた基礎をもとにさ、こういうのできるよっていうのは探せるんだけど、いつの間にか追い抜かれてた。いや、早々に追い抜かれて、早々に追い抜かれて、3ヶ月ぐらいで追い抜かれてた。そういうこと。あと1杯と餃子ね、結構余裕で。ほんと？入るよ。帰るの？置いてけぼれしちゃっていいの、この企画。天下統一でしょ。じゃあ一品な。うちさ、一品か。一品って入ってあるの。なんで俺、西野の三社の頼んでる。確かに確かに。ピンで決めてくれっていう店のコンセプトかもしれない。ピンちゃん、まだまだってことある。え、俺らを満足させれないって聞いてた。なるほどね。俺ら一品で満足できるとかなんかね。満足してんだ。満足はしてる。無理やり食ってるのか、俺ら。天下一品ってもそういう意味だよね。多分天下の統一した一品でしょ。違う。味が一種類しかないってことはそういうこと。そうだよね。ただトッピングの違うだけでしょ。トッピングの一品と違う。秀逸の一品じゃなくて。これ、偽るの一品じゃなくて。偽る。嘘じゃねえよ。バリ方いいわ。ここまでゆっくり食べてもまだ固めぐらい。はい、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。一旦俺、食べちゃう。はい、完食しました。ちょっと、麺が全部つかなくて。初期、レシート見てくんだよ。一番やってるよ。ねえねえねえ、こうやってこうやって。現在、9960円。サイドサイド。おい、誰だよ。サイドサイド。俺らが歩きたいのは。俺が、ちょっと待ってない。1000円オーバーしてどうすんだよ。何がやってる。麺、麺、麺メンマ好きだから俺。ワンコそば形式の方がいいかな。あー、絶対早い。はい、すいません、ありがとうございます。あ、1070円。でも早くない？入店して何？マジ早い。めっちゃ遅いよ。今39。
回してる時間ってことですか。39分で、ね、1万円100個終わっちゃうんです、俺ら。いや、今ご来店でーす。どうなんだろう、俺だってつまんないのかな。え、急に1万円100個を40分で終わらせちゃうって、はい、そういう面白さで捉えてくれるかな。引っ張りがないって。なんかさ、みんなさ、苦しい苦しいって食べるじゃん。でもさ、うーって顔して食ってる絵よりさ、ニコニコ、うめぇうめぇな、お、終わっちゃったなって言って、ほんとまだハッピー。まちまちいいじゃん、気持ちいい。答えラーメン終わり。はい。さあ、残りはラーメン一杯と餃子です。これ一時だっけ。それは境目かな。境目か。あなたが望むならだから。この梅を止めるから。違いだい。死にそうになったじゃん。あ、しょっちゃん、ワンカツして。気づかれたよ。痛い、困るよ、こっちこういう商売してて、こういうのってやっぱ独占禁止法って、下手にそういうことしちゃうと、海賊サイトなんだよ。最悪、最悪、本人買ってんのに海賊サイトなんだ。いや、ちょっと優しいから、ね、じゃあ、これで俺がお金取っちゃうと、お互い様っていう言葉がなくなるよ。なんか俺も言うのね。なるほどね。なんか俺が貸すときにしたら、もう俺は貸す、金取んないよ。俺はこれ取んない。いや、俺はそれでお互いの立場を対等に保ってるから、お前が借りるだけの気持ちいい人というか、癒やしい人だと思わせたくないから思わせたくないから、さあ、分かった、代わりにお金をいただくから堂々と読んでねって言ってるだけ。なんでここで商売してるの。利益とバランスを、調和を保たないと商売すんだよ。じゃないと関係が対等でありたい、俺は。分かったところです。終わり。はい、で、餃子も終了です。はい、はい、OK ということで、天下一品で1万円達成。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。とても美味しかったですね。まず食のいいっていう終わり方でした。これで終わる大食い一本なら超楽です。ライトな方だった。まあ俺らの中で一番おすすめする味というか、その選択するのは屋台。そうだね、屋台シリーズ。いや、でも行ったことないなら行って、こってり経験経験として、行ったことないなら、あ、一発目はこってりっていう、ね、こんなこってりがあるのかっていう最上級かもしれない。人生初でした、あんなにドロッドロ。まあ餃子とかもね、サイドメニューも結構美味しいので、よかったら皆さん頼んでください。まあ天下一品が終わって、山岡屋が終わって、一蘭も終わって、ね、車に長い。やばいぞやばいぞ、安いぞ。まあ、またね、こういう中華というかラーメン屋さんで1万円やりたいと思います。はい、高評価、コメント、チャンネルよろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。いや、初めての天一、思ってる以上にマジでこってりしてるので、こってり好きからしたらもうここ以外ないんじゃないかと思うぐらいので、ぜひ皆さん行ってみてください。というわけで、明日のアクシデントアーズは環状7号線でサイコロで出た先のお店に入る大食いでございます。大食いドライブかな。まあ、めちゃめちゃこれおもろい展開が詰まってるので、明日の動画もお楽しみに。